はい、バイクに乗って冬にね夜中に走った時の話ですね。バイクは夏はまあ快適なんだけども冬がね寒くてダメでね、まあこう1時間2時間ぐらい乗ってるともう手がねかじかんでくるわけですね。防寒対策をしっかりねやっててもどうしてもね、まあ、冬だと手がかじかんでくる、まあ、体全体も冷えてるんだろうけども特にね両腕手首から先ですね、ここが冷えるとねまあ危ないんですよね。ブレーキを握る感覚が少なくなってきて、まあ、要するに痺れてる状態、凍傷にはならないと思うんだけどもまあ 2,3 時間なんでね。でもまあブレーキが握れないと非常に危ないということでなるべく早めにね休憩を取るような形にしてました。でその日もねもう本当に心底を冷えるようなそういう温度で気温 で寒い寒いと思いながら、しかもね寒いだけだったら耐えられるけども手の感覚がしびれてきてブレーキを握る感覚がなくなってくると、そうするともうこれはね事故になるのでもう強制的に休憩するわけ、うん、でまあ私は強制的に休憩して、よくね言ってたのはご飯食べたりしましたね途中で。夜中ですけども、まあ、家に帰る途中が多かったのかな。牛丼屋入ったり、まあそこで30分ぐらいいて手の感覚を戻してそして帰ると、うん、でその日もね、寒かったんでラーメン屋入ったんですね、はい、でそのラーメン屋初めて入るラーメン屋で、まあ入って店員さんが一人いてらっしゃいって言われてでカウンターついてでカウンターの奥に厨房の中にお品書きみたいなのが貼ってあったのかな。でずらーっと貼ってあってもう選ぶのめんどくさいんで普通のねラーメンですよね。で普通のラーメンないかなと思ってパーツ探したらあって値段まあ、安いとでまあ一番プレーンなやつかな。それを頼もうと思って店員さんに注文で豚骨ラーメン一つって言っちゃったんだね。豚骨ラーメン一つ漢字でさ豚っていう漢字とその下に骨っていう漢字とでカタカナラーメンって書いてあるお品書きがあってで値段が書いてあってそれを見てですね私は豚骨ラーメン一つと声高らかに店員さんに言ったわけね。で店員さんが一瞬ね固まった感じになってこっち見てでちょっとうなずく感じにしてで あ豚骨ラーメンねっていう風に言って、作り始めたと、うん、その後のことはね恥ずかしすぎてよく覚えてないんだけどもまあ豚骨のね漢字を読み方を豚骨と読んでしまっていたと。私ね漢字にね弱いことはないんだけどもその時まで、豚骨っていうのは全部カタカナで、こう認識していてその漢字が当てはまってるってことをねほとんど知らなかったんだね。うん。